以前法定手術を話をしたんだけども、あれから1ヶ月経ったので、どうなったか解説するにゃ。で、耳のことが汚く見えるようになったとかいうような人は聞かない方がいいと思います。今回もっとね、お下劣な内容になりますにゃ。それで結論から言うと、青山セレスクリックの柴田先生、あの先生は腕は確かですにゃ。手術は成功だと思いますにゃ。で、何があったかというと、まず1日目にね、だんだんとこの、うっ血というかね、気筒が腫れるというか、紫色になってきて、で、これ別に気にしなくてよくて、3日目で包帯を外せばいいっていうことだったんだけども、やっぱり我慢できなくなって、2日目で包帯緩めて、で、一旦取り替えましたにゃ。そしたらだいぶ楽になって、すぐに腫れも引いてきましたにゃ。幸いね、そんな出血はなくて、ただね、ただ先っぽからこう、なんかこう、オレンジ色のリンパ液なのかポトポト垂れてくるんで、包帯巻いて、その上で、ティッシュをかぶせて、それでしのぎましたにゃ。で、大変だったのがね、やっぱ、腫れるから尿道も腫れるでしょ。おしっこが四方八方に飛び散って、とてもトイレじゃできないんで、お風呂でこうしゃがんでシャワーで流しながらおしっこしてましたにゃ。それでびっくりしたのは5日目くらいかな。あのね、朝おしっこしたら、おしっこで最後の方にこう、ゴム糊みたいなね、白いのが、ゴムというか、このブニュブニュしたものが出てくるんですね、ポトポト。これ何かなと思ったら、どう見ても精子ですにゃ。あのね、オナニーはできないでしょ？それで溜まるでしょ？でね、なんかね、痛がゆい刺激があるんですにゃ、チンチンに。痛くはないですにゃ。どちらとかゆいっていうのかにゃ。それで多分ね、夜中にこれ無精したんだと思いますにゃ。で、包帯で縛ってて、その状態で勃起すると、当然この先っぽからとても、出ないわけですね。ということは多分ね、膀胱の方に精子が逆流して、それが朝出てきたんじゃないかと思うんですね。だからそういうことが、これびっくりしましたね。初めてね、耳ね、自分の体の仕組みがちょっとわかりましたにゃ。それでやっぱりね、辛いのがね、男の子だからどうしても朝立ちしてしまう。朝立ちというか夜に勃起してしまう。そしたらこの、糸が突っ張られる感じがして、痛いんですにゃ。それで目が覚めてしまうんですにゃ。だから、包茎手術、痛いか痛くないかっていうと、まあ、普段はね、痛いっていうと、痒いっていう感じなんだけど、やっぱり夜中に勃起すると痛いですにゃ。だから、包茎手術する人はそれなりに覚悟した方がいいと思いますにゃ。それね、これ、糸をね、抜歯を自分でできるのかなって言って、病院聞いてみたんだけども、やっぱそれは、お控えくださいということで、13日目かな。まあ、それまでの経過で言うと、7日目でね、もう完全に、出血もそのリンパ液みたいなのも出るのが止まって、包帯外しても全然問題なくなったので、7日目ぐらいからもう完全に包帯取り替えもせず外して過ごしてて、で、13日目でいよいよ、もうほとんど傷が塞がったような状態で、病院に行って抜歯しましたにゃ。この抜歯というのがにゃー、まず、看護婦さん、女の結構美人な看護婦さん二人で寄ってたかってチンチンさらわれて、写真撮られて、それで、糸をね、切られるんですよ。この、パシっていうのが、糸を引っ張って、結構強く引っ張って、で、ハサミみたいなパチンってやるんだけども、これがチクチクして、結構痛いんですにゃ。しかも、看護婦さんに触られまくる。これね、童貞でね、まあ、例えば高校生とかで、もう M 系の人だったら結構ね、やばいかもしれないですにゃ。まあもちろん耳は別に童貞じゃないし、そんな、とりわけ M というわけでもないんで、まあ、一応耐えられましたにゃ。それでね、あとね、ちょっとびっくりしたのがね、こうやっぱチンチンの裏側がちょっと腫れるんですね。この、裏筋のところかにゃ。これね、ネットで調べてみたら、これお医者さんが下手な場合だと、この裏の腫れがひどくなってね、それこそ気筒の落ちたぐらいに腫れて、それがそのまま癖になっちゃって、そうしたら、チンチンがこうペリパ、
ペリカンのくちばしみたいになるから、これペリカン変形っていうらしいんですね。ちょっとこれ嫌だにゃと思って、じゃあどうすれば防げるっていうので、要はね、この腫れた状態で固まって癖になっちゃうとダメなんで、こう、揉んでほぐしてやるといいっていうんで、まあ念のためね、念のため、ちょっとね、時間があれば、その、チンチンの裏側の部分揉んでいましたにゃ。ただまあ多分ね、この柴田先生そういうこともちゃんと考えてるんで、まあ今はね、ちょっとだけ膨らんでるぐらいの状態で、まあ仮にこれでそのまま残ったとしても全然気にならないぐらい。で、高杉谷先生のね、包茎手術のデモ動画なんか見てると、1ヶ月ぐらいまだちょっと腫れが残ってるみたいなので、これがね、3ヶ月ぐらいするといよいよ完全に腫れが引くということになるみたいなんですね。それでね、どんな仕上がりになったかっていうと、やっぱね、その傷跡が全くないっていうことはないですね。傷跡はやっぱりわかりますね。見たら、その、糸でね、縫った跡っていうのは残ってるんだけど、ただね、これ亀頭直下埋没法って言って、まあ、その、亀頭のね、仮の部分に傷跡が隠れるからわかんなくなるっていうことなんで、これ具体的にどういうことかっていうと、この皮の残し方っていうのが絶妙で、勃起した状態でもちょっとね、この皮がね、亀頭にかぶった状態になるんだにゃ。だから、そのちょっとかぶった部分に、その傷が隠れるから、全然わかんないと。いや、もう8時ってね、手術したっていうことはね、これ、まあ絶対わかんないですね、これ。わかんないです。これが、女の子にバレるためには、わざわざね、勃起した状態にしろ、まあ、勃起してない状態にしても、わざわざチンチンの皮を引っ張って、こう、傷跡出た状態にして、これこれ、見ろ、これ、手術したんだにゃーって言って言わないとわかんにゃい。だけど、そんなこと普通ね、女の子にしないですにゃ。だから、そうしないとわかんないぐらいのレベルなんで、もうこれ、実質的にはこれ、手術したってわかんないですにゃ。ちょっと下が腫れてるって言ったって、こんなのね、大体ね、人のチンチンの形がどうとかね、そんなの普通の人はいちいち気にしないですからね。もう、念入りに見せられて説明されないと、こんなのね、手術したなんてわかんにゃいレベルですね。だから、そういう意味では成功ですね。あとね、よくね、先っぽの感覚の鋭い部分を切るから、感度が落ちるとかね、治療になるとか、そういう前評判もあるんだけども、確かにそれはあるかもしれない。あるかもしれない。今はね、感覚が落ちたというよりは、単純にやっぱ体の一部がなくなるんで、やっぱ違和感ありますね。でもね、昔ね、ほくろを取る手術したことがあるんだけど、やっぱりしばらくの間はね、感覚が鈍るというか、なんか押したら痛がゆいような変な感覚がずっと残るんですね。だけど、1年ぐらいするとね、やっぱね、皮膚だけじゃなくて神経も再生するぐらいで、だんだん違和感がなくなってくるんですね。だからちょうどね、その感覚に似てるから、この感度がどうとかいうのもね、ひょっとすると1年くらいしたらこの神経が再生してきて、だんだん馴染んできて、違和感なくなってくるんじゃないかと予想してますにゃ。まあ、経過としてはね、まあ、チンカスたまらなくにゃったし、まあ、あんまし、ちょっとこれ以上はあんまりお下劣辞で言えないけど、まあ、とにかくね、悪いことは何もなかった。むしろいいことの方が多かったと思いますにゃ。ただ、じゃあこれね、手術を誰にでも勧めるかっていうとにゃ、これは難しい問題で、やっぱりね、やってみると、こう人体改造っていう感じがしますにゃ。やっぱ腫れるからね、それは不安だし、やっぱ痛くないことはないんですにゃ。だからね、ただただね、包茎でコンプレックスで仕方なくやるっていうのはやめた方がよくて、これはもう改造してやるぞと、ちんちん改造してやるぞっていう、まあそういうね、こう積極的な考えでやるっていうならおすすめですにゃ。あと、まあ一体のそんな、ね、苦手じゃないとか、まあ、あと、傷の治りが早いような、そういう、傷がなかなか治らないような体質の人は、確かにね、辛いかもしれないから考えた方がいいと思いますね。まあ、あとは、ね、新生保険とか関東保険の人は、そういうのは、まあ、治療必要なんで、保険がで、ね、効くそうなんで、そういう場合はね、そういうのも確認してやったらいいと思いますね。
青山セレスクリップは結局16万5千円だったんだけどね。まあそこはね、まあ法定手術だけじゃなくて、まあいろいろやってるんで、まあちょっとね、病院の売り上げにも貢献してみようって人だったら、まあついでにね、脱毛とかそういうのもやってるみたいなんで、そういうふうのも一緒に頼むと柴田先生喜ぶかもしれんにゃいですね。ということで、今日はミミがこの包茎手術のレポートをしましたね。結論としては、まあ、ミミの場合は成功なんだけど、じゃあみんな進めるかって言ったら、まあそれなりに結構大変にゃんで、まあ皆さんいろいろ考えてやったらいいと思いますにゃ。はい。ということで、まあもう法廷の話はこれで終わりにしますにゃ。それでは、またにゃん。